こんにちは、フラカンランドです。さあ今日もね、元気に動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録をお願いします。今日の動画はね、 FFBE 幻影戦争の動画になります。まあ無課金でね、キャラをレベル120ですかね、限界まで上げるにはだいたいどれぐらいの期間がね、かかるのかというところをね、ちょっと簡単におさらいしてみようかなと思っています。まあ、見てもらったらね、わかる通りね、ユーナで言うとね、アレイズ、ね、ここまでね、一応こう、マックスまで、上げてますよと、強化してますよ、ということがわかるかなと思いますね。で、私はね、FFBE に関してはね、数百円ぐらいかな、多少ね、こう、課金をしてはいるんですけれども、基本ね、無課金でね、結構そのレベル120まで持っていくのはね、かなり時間が、かかるかなと思います。はい。まあ、まずね、今見てもらってる通り、こういったガチャですよね。まあ、ガチャガチャで、まずはこう、キャラクターをね、当てなきゃいけないということがあるので、まあ、当てるためにね、だいたいどれぐらい、こう、石っていうかね、を使うかってことですよね。4万使えばね、最低でも1体ぐらいは出るかと思うんでね。はい、天井も合わせてね、出ると思うんで、そっからのスタートなんですけれども、今度そっからはね、地道にね、コツコツ、この欠片をね、集めていかなきゃいけないという作業がかなり、骨が折れるっていうか、しんどい作業になるかと思います。まあ、かけらをね、集めるにはね、いくつかね、方法があると思うんですけれども、まあ、今ね、見てもらってる通り、このショップですよね。ショップで、天井まで回せばね、こういったユーナが、最低でも1体、ガチャで出なかったとしても、1体をこう手に入るようにはなっているんで、それ以外はね、こういったのユーナのかけらですよね。を、こういったショップですとか、あとはね、別のところ、ね、そういったところでこう集めなきゃいけないんですよね。うん。で、別のところっていうのはね、今ちょっと私ね、出してますけれども、このね、ショップの気まぐれ屋ですよね。気まぐれ屋でね、気まぐれにこう持ってきてくれるかけらを集めたりとか、通常でもね、更新をすればね、このかけらがね、出てくる場合もあったりするんで、こういったところでね、コツ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 、3個とか5個とかね、たまに10個っていうのをね、こう石を使いながらも、とにかく集めていく作業と、ね、いうのが必要になってきます。はい。で、おそらくね、一つのイベントでね、例えばその4万ぐらい使ってしまって1体をゲットするって形になってくると、かけらを集めるにもね、こういったダイヤというか、それが必要になってくるんで、おそらくね、結構ね、40日とかもっとあったかな。イベントの期間自体はね、FFBE 長いんですけれども、その期間内にね、レベル120まで持ってくっていうのはね、かなり厳しいのかなって思います。で、当然ね、ショップに並んだりとか気まぐれ屋っていうのも、確実に毎回ね、ユーナのかけらを、要は出すっていうか持ってきてくれるわけではないので、そこになければね、さっき言った更新をするなり、またの気まぐれ屋が消えた後にね、ストーリーをこう、回して、もう一回気まぐれ屋を出したりとか、っていうことで、ちょっと運の要素がね、かなり強くなるんですよね。そうじゃないとすると、普通にさっきのユーナのガチャをね、回して、またモグショップとかでね、ユーナのこう、かけらをピンポイントでこう狙っていくというような形になっていくので、多少ね、運の要素っていうのもね、必要にはなってくる部分があります。で、こういったね、イベントのキャラっていうのはね、そのイベントの期間中にレベル120までね、行っておかないと、次にイベントがね、開催される期間までがね、かなり時間が空きます。で、ユーナで言うと、確かね、これ2020年の11月かな、に、実装っていうかね、キャラクターが出たと思うんですけれども、今2022年のも今ね、3月ですよね。ということで、1年ちょっとですよね、空いてるので、その期間内は、例えばそうですね、ギルドとかでね、ちょっと時間をかけて1個ずつ集めたりするとかってできるんですけど、イベント期間を終わってしまうと、かけらっていうのがもう店に並ばなくなってくるんで、もうほぼほぼね、そんなかけらを集めるってことはできなくなってしまうんですよね。なので、イベント期間中にやっぱなんとか、レベル120まで行く。で、無理だったらもう次のイベントを待つしかない。で、1年後以降なんでね、かなりこれはね、厳しい、状況になってくると思います。
まあメインのね、主力のね、常設キャラとかに関してはね、ハードクエストとかでね、かけらが集まるんですけど、イベントキャラっていうのはイベントの期間を逃してしまうと、かけら自体を集められなくなってしまうんでね、基本的には。なので、できるだけね、まあそのイベント期間内にレベル120を目指すことになるという形になると思います。で、そのためにはね、天井、4万個ですよね、そのあのダイヤがあるだけじゃ全然足りないので、まあかなりですよね、まあもっと集めておかないと、イベント期間中、1回のイベント期間中でね、まあ120まで行くっていうのはちょっと無理かなと思います。まあイベントのキャラクターっていうのはね、ある程度その強いので、取りたいって思う場合はね、まああらかじめちょっと計算をしてね、まあかなりね、ダイヤがかかるんだなと、いうことをね、覚えておかないと、後々ね、全然育たなかったというようなね、疾病返しを食らってしまう可能性があるので、その辺を考慮してね、ぜひ、欲しいキャラをゲットしてみてくださいね。それでは。